我々が恐怖すべきことはただ一つ、恐怖そのものなのである。この番組は事故物件住みます芸人松原谷氏が恐怖の本質を探求すべく、各界の道を極めた人々と恐怖について語らいます。松原谷氏の興味津々、ご一緒に恐怖の感性を磨きましょう。明けましておめでとうございます。松原谷氏です。2024年になりました。年明けすぐの対談相手、もう本当にすぐの対談相手でございます。今夜は小説家の高野和明さんでございます。1964年東京都出身、映画テレビの撮影スタッフとしての活動を経て、1996年から小説の執筆活動を開始。2001年デビュー作13階段をはじめ、6時間後に君は死ぬ、ジェノサイドなど数々のミステリー小説を世に送り出しています。そして2022年にはおよそ11年ぶりの新作踏切の幽霊を発表。疾走感がありながらも緻密に組み立てられた物語は多くの人の心を揺さぶっています。そんな高野さんとの対談をお聞きいただくのですが、まずね、お話を聞いてみると、ものすごい心霊やオカルト大好きな方でしてですね、幼少期にお母さんから聞いた怖い話、そして心霊現象かもしれない体験談、さらには小説を書いている時に起きたある出来事、などなど、とても盛りだくさんな内容となっております。2024年もね、番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々、興味の今日は恐怖の今日でございます。感想などどんどん投稿してください。それではお聞きください。どうぞ。ま、松原さんと呼びしたらいいですか、谷さん。あ、どちらでも、松原でも谷氏でもどちらでも大丈夫です。はい、松原さんの怖い間取りを愛読させていただいておりまして、大不安なんです。本当ですか。で、今回ちょっとお声かけていただいて、すごい名誉なことだと思って、すごい嬉しい。で、ちょっとね、やっぱり、ほら、松原さんも 1,2,3 とちょっと心境の変化のようなことがつづられてますよね。あ、はい、あれがね、やっぱり何か同じ魂を持ってるような。本当ですか。嬉しい感じがします。 ありがとうございます。本当に、そうですね。どんどんこの取材を進めていくというか、はい、本に書いたり怪談話していくうちに、これ亡くなった方のことを考えてないなみたいなことにたどり着くと言いますか。はい、今でも全然考えれてはないんですけれども、で結構こっちも透けて心霊ものとかは随分読んできたんですけれど、あ、はい、やっぱりね、なかなかその怖い方へと行く方は多いですけれど、はい、ね、ちょっと引き返すというか、あれ元は生きてた人でっていうところに行くの、そうですね、方はちょっと珍しいと思いますね。あ、本当ですか。ありがとうございます。はい、じゃあすみません、よろしくお願いします。あ、どうぞよろしくお願いします。さあ、本日は小説家の高野和明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、昨年、はい、昨年出されました、踏切の幽霊を、本当失礼ながら今さっき読み終えましてというか、読ませていただきまして、はい、本当安直な言葉でと恥ずかしいんですけど、めちゃくちゃ面白かったですね。あ、どうもありがとうございます。めちゃくちゃ面白くて、いや嬉しいです。止まらなかったです、僕。どうなるんだろう、どうなるんだろうっていうところと、すごい、なんだろうな、事故物件芸人こそが読むべき本と言いますか。あ、すごい面白かったです。そしていろんな人にも読んでもらいたいというか。ああ、そうですね、はい、今ちょっとおっしゃっていただいて気づいたんですけれど、はい、踏切に出る幽霊っていうのは、要するに踏切自体が事故物件のようなものですからね。ああ、そうですね。そうですね。そうですよね。場所を物件と捉えるならば。そうですね。いや、これちょっと、もうすぐにでもお話お聞きしたいんですけれども、2週目の方に踏切の幽霊のお話は、ちょっとたっぷりお聞かせ
いただこうかなと思っておりまして、はい、高野さんが階段がお好きというお話をちょっと聞きまして、子供の頃からずっと好きで、松原さんのご本も怖い間取りシリーズは愛読させていただいております。これは本当に、いやこれはすいません、ね、収録始まる前にそれを聞いてって言っちゃったんですけど、はい、ごめんなさい、同じリアクションごめんなさい、取れませんでした。すいません、ちょっと嬉しいです。ありがとうございます。一作目が出た直後からもうずっと読ませていただいてます。はい、本当だ、怖い間取りだから2018年かな、はい、それでやっぱりさっきその松原さんがおっしゃってた、ちょっとね自分の世界ともシンクロするような。そうなんです、シンクロするんです、すごいねえ、はい、これもう一つその死生観といいますか、はい、死者に対する気持ちが、その松原さんもその随分取材を続けてらっしゃる中で変化していく部分とか、はい、いうのもね、やっぱ何か自分の小説の主人公と重なるような部分もありまして、非常にシンパシーを感じております。すごい嬉しいというか、まさに読んでて自分と、まあ、おこがましくも重ねちゃうというか、ね、何かね、松村さんと前世で結ばれていたということなんでしょうか。いやこれは嬉しいです、ありがとうございます。からもう一つ、一人の物書きとしても優れたノンフィクションだと思いますね、怖い間取りシリーズ。あ、本当ですか、怖い間取りが、ね、その心霊現象から入るんですけど、その家にまつわる家族の話とかが取り起こされてましてね、はい、あ、そうですね、1,2,3 と出して 2,3 になるにつれてそうなっていったと思います。そうそうそう、はい、それが何かその現実の不可解さというか想像もつかない、はい、ね、いろんな家族のドラマが書かれていて大変興味深いです。ありがとうございます、本当に嬉しいですねこれは。いやいやいや、ちょっとねこれからも頑張ってみてください。 ありがとうございます、ちょっと励みになります。ありがとうございます。じゃあ、高野さんのちょっとご自身のこともちょっとお尋ねしたいんですけれども、はい、まず幼少期のお話ですね。はいはい、まあ、今回踏切の幽霊という作品を出されてますし、その他にも幽霊人命救助隊というお話もありますし、はい、これ なんかこう心霊的なものっていうのが結構高野さんの中にこの影響を及ぼしてきた過去というのがあるのかなというのを思いましてですね、そう、それね、第一歩が幽霊ですね。第一歩が幽霊ですか。はい、うちの母っていうが本好きだったんですけれど、はい、その子供も本好きにしようと思って、はい、兄になんかその児童向けの文学全集みたいなのを与えたんですけど、兄は全然読まずにですね、で母はそれでそのこういうのは子供にとってはつまんないんじゃないかと思って、はい、次男である自分には母ももともと好きだったお化けの話を読み聞かせたんです。はい、なるほど、長男が興味を持たないから次男には、はい、次男にはもういきなりエンタメ路線に変更してですね、お化けの話を聞かせたらもうこっちがパクッと食いついちゃったということで、はあはあ、これいくつぐらいの時からお母さんから。幼稚園の時です。幼稚園の時に。それどんな話を聞かせてもらうんですか、お母さんに。ですね、日本のお化け話とか、はいはいはい、日本の幽霊話っていう子供向けの、民話や伝説をまとめた本が当時あってですね、はいはいはい、それを1話ずつ毎夜寝る前に読み聞かせてくれてた。寝る前に毎日毎夜。そうです、もうこちらは恐怖のどん底ですけれど、それが面白かったっていうか、面白かったですね。気になったんですね。それはもう怖いからやめてとかじゃないんですか。じゃないんです。あれ もっともっとになっていくんですか。はい。一番お気に入りだったのは番長され屋敷。番長され屋敷、幼稚園が聞かされてるんですか。そうです。あと夜喋る布団というエピソードがあってですね。はい、夜喋る布団。これ、昔話の体裁で語られてる話で、はい、ある旅人がその旅籠に泊まって、夜寝てるとですね、はい、布団からその、兄さん寒かろう、お前寒かろうっていう声が聞こえてくるんです。で、寝てるのは自分一人なのに変だと思って、もう一回そのアンドンの火を消して寝るんですけど、その声が夜通し繰り返されるんですね。ほうほうほう。で、
どうもおかしいと思った旅人がその宿の主人にその布団の言われを聞くと、うん、地元でその親を亡くした貧しい兄弟がいて、はい、家財道具を売り払ってなんとか個々をしのいでたんですけれども、やがてそれもなくなって、はい、最後に残った布団に二人でくるまって、寒い中凍死してたっていう。めっちゃ寂しい、悲しい話。とても悲しい話です。で、それをこっちは夜布団の中にいるときに聞かされたもんですから。いや、そうです。布団の中でその話聞かされてるから。もう白真の臨場感でしたね。怖いし、悲しいし。そうそうそう。どんな気持ちになったらいいのか。でも印象に残ってるってことですね、これが。そう、これが、あとは子育て幽霊。これは結構有名な各地に残る。はい。これも江戸時代だったかと思うんですけど、飴屋さんが夜その店を閉めた後に夜な夜な女が訪ねてきて、はいはいはい、その飴をくださいと、はいはい、でその時お金を払うんですけど、それが後で見ると木の葉になってるとかっていろんなちょっとバリエーションがあるんですけど、ありますね、はい、で不思議に思ったその飴屋の主人が夜女の後をつけていくと、うん、墓地に入っていって、はい、でその墓地の一角から赤ん坊の泣き声が聞こえてきてですね、はいはいはい、で行ってみるとその母親の亡骸の中で、その赤ちゃんが、生きてる赤ちゃんがいて、はい、その、自分は死んだけれども、その棺の中で赤ちゃんだけ産み落とした女性が、その子供を育ててたんじゃないかっていう。はい。これも悲しい話。これ悲しい。これ僕もなんか、全国何箇所か、現地行って。行かれましたか？はい。はいはいはい。沖縄にもあって、あと北は、あそこだ福島県にもあって、はい、なんかやっぱり、流れは一緒なんですけれども、ちょっとディティールが違うというか、そうなんですね、話ですよね。でも僕、大人になってから知ったんですけど、この雨海幽霊の話をもう子供の頃に聞かされてたっていうことですね。そうです、幼稚園の時に。お母さんのありがたみもよく分かる。そうか、ちゃんと教訓にもなるっていうことですね。なりましたね、はい。はお母さんからもうずっと怖い話を聞かされて、はい、で育った和明少年は、はい、怪談だけですか、影響を受けたのは。他にも何か影響を受けたものですか。当時中岡寿司屋さんというもうこの心霊の世界では、はい、心霊写真、ちょっと巨人と言ってもいいような物書きの方が、はい、子供向けにも随分か本を出してくださってて、はいはい、中岡俊也さんの本ぐらいから自分で読み始めた感じです。そうか、当時は流行ってたんですか、心霊写真だったりとか。心霊写真集が出る数年前に、3年前じゃないですか、70年代の初めですからね。はあ、はあはあはあ、で中岡俊也さんの本から読書が始まった。中岡俊也さんから読書が始まったんですか。もう本当に生粋の心霊から始まってますね。心霊から本に入ったっていうことなんですね。はい、はで、そっからまあ UFO から、当時子供向けにまあミステリーの紹介本みたいなのもあって、はい、そちらからは、推理小説からはそっちから入ってきました。ああ、なるほど、なるほど。はい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 。ですからもう全てエンタメ路線で。はあ、そうですね。ですね。これもう何歳の時点で本を読み始めたんですか？ですね、小学校に上がってからは絵本とか読んでたと思います。はいはいはい、はい。で、中岡俊也さんの本は2年か3年ぐらいですかね。それはもうもちろん子供向けに中岡さんが書かれた本ですけれど、はいはいはい、2年か3年には読んでたと思いますね。当時はその同級生たちもそういう怖い本とか好きな方とかいらっしゃったんですか？いました。仲のいい友達とかは結構共通して読んでました。へえ、あ、じゃあ本当に子供の間でも流行ってたってことなんですね。流行ってたと思います。で、幽霊の話ですとか、ね、ネッシーとか UFO とか。ネッシー、UFO、はい。そういうのは、男の子同士では結構話題に残ってましたね。へえ、あ、そうなんですね。うん、はい。この、まあ、子供の時に、まあ、そういう怖いものだったり不思議なものが、好きな時に、ご自身で体験した、はい、これ心霊体験なんじゃないかみたいなことはあったりしたんですか？子供の
頃は逆にあまりないですね。子供の頃はないんですか。ちょっと記憶を探ってもあまり。あ、でも大人になってからというか、いわゆる金縛りというやつが、はい、あれはもう医学的に説明のつく現象なので、心霊現象とは自分は思わないですが、はいはいはい、高校1年で初めて金縛りにあって、はい、その辺からですかね、なんか変、ちょっと幽霊を見たとかもはっきり心霊現象ですってこう言えるような体験はないんですけれど、はい、まああれはなんだったんだろうというような不可解なことは、結構でもないけどあります。あ、結構でもないけどある。その金縛り実際あった時は、ええ、あ、これは幽霊だって高1の時は思ったんですか。いや、その時は生まれて初めてでしたから、なんて言うんでしょう、ひたすらその異変に気づいて怖いっていう感じですね。あーはーはー、自分の体が動かないわけですもんね。そうです。なんか要因として考えられるものとかは あるんですか。疲れてた、医学的な話になっちゃいますけど、はい、非常に成長期に疲れてたっていう、はい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 、当時映画研究会で自主映画撮ってまして。あ、映画研究会だったんですよ、高校生の時に。そうです、はい、それで結構ね、そのプレッシャーもあるし肉体的な疲労もありますし、はい、の時に初めての金縛りでしたから、あ、やっぱり生理的な現象なのかなとは思いました。はいはいはい、そうですね。で、あ、金縛りはちょっと奇妙な金縛りが2回あります。え、奇妙な金縛り、はい。え、まず1回目が20歳の頃、はい、生まれて初めて映像の制作現場で働き始めまして、はい、ある日その仕事が夜遅くなって、プロデューサー宅で打ち合わせが終わったのが深夜だったんですね。はい、でも終電もないっていうんで、そのプロデューサー宅に泊めていただくことになって、はい、布団を敷いていただいたのが仏壇のある部屋だったんです。はい、でそこで寝てたら、まあ、もろに金縛りに遭いまして、はい、で当時はね、その最初金縛り人生の前半は、はい、金縛りになると大体人の声がいっぱい聞こえてくるんですね。あ、怖いですねそれ。人の気配と人の声っていうのがちょっと当時の金縛りのパターンで、はい、でその日に夜に限ってなんかすごいその人数が多いんですよ、そのガヤガヤ言う、うん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 、でこっちは怖いですから、ひたすら金縛りが解けるのを待ったり念仏唱えたりして逃れたんですけれど、はいはい、しばらくしたらまた金縛りに遭って同じことが繰り返されたんです。はいはい、でそれがそのなんと一晩に5回も金縛りにあって5回は多いですね。これが最多の記録です。最多の記録で、3回目になるとだんだんうんざりしてくるっていうか、怖さがなくなってきて慣れてくるんですね。そうです。で5回目はもういい加減にしてくれっていう感じです。いやでもそれはちょっと多すぎるので、自分だけの問題じゃないような気も しなかったですか。そうです。それで翌朝そのプロデューサーの方に、うん、昨夜よく眠れたって聞かれたんで、はい、ちょっとそのいろいろ人の声がうるさくて金縛りに5回も会いましたって答えたらですね、はい、そのことが仏壇はそのいろんな家族を祀ってあるんで、それで賑やかだったのかもねと言って、いろんな家族 笑ってらっしゃいました。いや賑やかな、じゃあやっぱりなんかあるのかなって気しますよね。 そういうふうに思っちゃいますね。高野さんご自身は、ええ、幽霊そのものはどう捉えてるんですか。信じてるというのか、はい、ね、正直申し上げて半信半疑です。あ、はいはいはい、でただしその否定はしません、うんうんうん、しいてほしいとは思います。はい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 、はい、し結構その心霊好きな方もいろいろなんて言うんでしょう、スタンスが異なると言いますか。あ、そうですね、はい、ね、丸ごと肯定しちゃう方もいらっしゃるし、懐疑的な人もいますけれど、はい、自分なんかはそのあったら面白いと思いますし、はあはあはあ、もしその幽霊っていうのが本当にいるとしたらどういうそのメカニズムというか。そうですよね、気になりますよね。どうして必ずラップ音がするのかとか、はいはい、
いうのをいろいろあれこれ考えるのが面白い、ね、面白いですね。ねえ、わかります。あ、そうそうそう、はい、すごいわかります。そうなんです、ね、はい、どうやっ、なんか電気機器はよく故障するしなとか。そう、それであの古い話から見ていくと、その必ず科学技術に介入してくるんですね、心霊現象って。ああ、そうなんですね。はいはい、古い話でも。写真が発明されれば写真に映り込むし、あ、はいはいはい、無線が発明されれば無線の更新に声が入ってきますし、はい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 、現在では電話とかメールで送られてくるとか、確かに確かに、デジタル電子映像にも映りますしね、はい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 、から機械類が故障しますし、なんかそのテクノロジーに介入してくるっていうのが非常に不思議です。不思議ですよね。ねえ、本当なんだろう、解明されてないだけの科学のような気もするなっていう。そう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 、ですよね。そうなんですね。はあ、だからいろんな怪談話を聞いても、とか電気機器が壊れるときに、はい、何か人生で、離婚があったとか、仕事場で何か辛いことがあったとかっていう話がとつながったりするんですよね。この家の電気機器壊れるとか。ああ、そうなんですか。はい、まあまあその全部が全部そうではないと思いますけど、僕が聞いた話では、でも何とつながってるのかな、その本人が出してるのかなとか、なんかそんな可能性もあるのかなとか。ああ、もう一つちょっと関連して思い出したのが、はい、ユング心理学。あ、はいはいはい、ユングっていう心理学者が、はい、結構あの人はまあ歴史上唯一そのオカルト現象を真面目に研究した心理学者なんですけれど、はい、あのシンクロニシティっていうのを言ってますよね。シンクロニシティ、はい、で何かその心の問題を抱えた人がこう精神が変容していく時にそのシンクロニシティが起こるっていうことを言うのよ。あ、でこれはあの日本でユング心理学を広めたあの河合駿先生とおっしゃる、あ、はいはいはい、あの文化庁長官まで務められた方が、はい、やはりそのシンクロニシティは起こるともう断言してらっしゃいますね。あ、もう起こるっていうことなんですね、これは。はい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 、それがどう考えても何かその意味があるとしか思えない偶然の一致が起こるというんで、それちょっと強烈な体験が自分にもありまして、どんどん思い出してくださりますね。はい、はい、ちょっとこれあの一回だけちょっとよそでエッセイで書いた話で恐縮なんですけど、いえいえいえ、あの KN の悲劇っていうホラー小説を、はい、準備してた時に、はい、あの強直寛大発作というその珍しい発作について調べてたんです。強直寛大発作、寛大発作、はい、あの脳の電気信号がこ う, うまく伝わらなくなって起こる発作で、はい、あの初めその普通にこう動いてた人がいきなりあって驚いたような声を発して、はい、気を失って倒れて、うん、でまず体をあの硬直させるんですね、はい、でその後痙攣に移るっていうその精神医学の領域でその治療の対象になっている症状なんですけれど、はい、それをその仕事場近くのコーヒーショップで医学書を買ってきて読んでましたら、はい、目の前の客がその発作で倒れたんです。これあのが人生で一番驚いた経験です。何それ怖っ。でその合理的に考えればそれ単なる偶然の一致で、はい、自分がその発作についてその資料を読んでいたことと目の前の客がその発作で倒れたこととは何の因果関係もないはずなんですけれど、はい、どうしてもねその自分の思考はこれ何か関係があったんじゃないかとどうしても思っちゃう。これはそんな偶然ない、天文学的確率じゃないですか。そうです、偶然だと思います。でその時はまあそれで仰天しましたけれども、その目の前で人が倒れてますから、はい、でその時自分と他にお客さんがもう一人いて、はい、店員さんと3人で会って集まってこう、うん、見てですね、これはもうちょっと救急車呼んだ方がいいだろうって3人でもう即座に話し合って、はい、救急車呼んでその方搬送されてきましたけれど、はい、あのその後仕事場に帰る途中でなんかもう現実感がちょっと揺らいでるっていうか、すごい変な、あの戦慄してました。いや、そうですよね。なんでっていうか、すごいな、なんだろう、
何かがシンクロニシティになるんですか、これは。それでね、その後別の作品でユング派の臨床心理士の方に取材する機会がありましたんで、はい、この体験話してどういうことなのって聞きましたら、はい、ユング派の立場としては、はい、あなたの無意識が現実に向かって開かれてるということになるという。無意識が開かれている、ちょっと分かってるのは分からないよ。そうですね、そのユング派の考えでっていうことですよね、はい、そうです。つまり無意識が現実に向かって開かれると何かそういうシンクロニシティが起こるということらしいんですが、ちょっとこれ以上は自分はもう素人なんでよく分からない。そうですね、はい、しかもね、よくこの霊媒師霊能者、まあ、修験者密教の人たちが念を飛ばすみたいな話は聞きますけど、はい、それってそうありますね、有意識というか、ね、その訓練をして実際にやってるみたいな話ですけど、はい、この無意識が飛んでいくっていうのも怖いですね、うん、怖いすごい。これが、KN の悲劇という作品でこのことがを書いてる時ってことですね。準備段階で起こりました。準備段階。もうこれ KN の悲劇もちょっと気になって読みたくなってきましたけれど。あれはその憑依現象っていう霊が取り付くという、はい、現象をその医学で解決するのか、そちらのそのオカルトの方で解決するのかという話です。めちゃくちゃ面白いじゃないですか。KN の悲劇。はい。あ、これはちょっと読みたいな。あ。ぜひぜひ。あ、そんなにでもあれですね、その幼少期から続く不思議な話とかがもういろんな作品に。そうなんですね。短編ではかなりホラーは書いてます。ああ、この6時間後に君は死ぬは微妙に、ほんのちょっとオカルトが入ってますけど、基本はミステリーとサスペンス。ああ、そうです。予知能力をめぐる話です。いや、もう全部気になるな。いや、これ読みたいな。もうすごいですね。すごい作品に生かされてますね。そうですね。夢のカルテも気になりますしね。夢のカルテ、夢のカルテはこれは立花隆さんという、はい、ジャーナリズムの巨人のような方が、はいはい、京都大学の教授のカール・ベッパーさんという先生と対談してるのを読んでましたら、はい、観主観的夢というのが出てきてですね。観主観的夢。ええ、二人並んで寝てる人の間で夢が共有されるという不思議な現象。うわー、面白い。もうこれ怪談でもね、稀にあるむちゃくちゃいいパターンですよね。そうで、それをその大学教授のカール・ベッカーさんが体験したっておっしゃってたもんですが、京都大学の教授が体験したんですか。それをその友人にたまたま話しましたらば、はい、やっぱり自主映画やってた友人なんですけど、坂上っていう友人なんですが、はい、その友人がそれをそういう能力を持った人を主人公に話ができないかって言い始めてですね、それで二人で考えたのが夢のカルタという。はあ、坂上仁さん。そうですね、はい、じゃあその人の夢に入れる人はどんな職業だろうと思ったら、やっぱ夢を解析する心理学者じゃないかと、はあはあはあ、カウンセラーをやってるんじゃないかというところから、はい、どんどん想像が膨らんでいって、夢のカルタができました。面白いな。面白いな。強いやちょっと全部興味出てきました。ああ、それで、またごめんなさい、取り留めなく連想がいっちゃうんですけれど、あ、はい、松原さんの本読ませていただいてて、はい、怖い間取りの第2巻でしたか、はい、ご神木がツリーハウスになってるっていう。あ、はい、ご神木のツリーハウスあります、はい、で、エピソードの最後で松原さんがちょっとその奇怪な現象に関してこういうことじゃないかって想像されてるんですけれど、はい、あれね、ミステリーの世界でロアルド・ダールという人が書いた南から来た男っていう有名な短編小説があるんですけれど、はい、これはもう短編の傑作と言われている歴史的な一作なんですけれど、はい、ちょっとね、その短編と松原さんの発想が似てるんです。どんな最後だったかな、あれ、はい、
で、わかりました。はい、ツリーハウスの話を読んだときに、あれ、松原さんもちょっとね、創作の本に、いろいろ想像を膨らませていったらどうだろうなとかって思いました。あ、本当ですか。あれですね、おじいさんが、その、まあ、女性が触ると、たたられてしまうという気に、を見に行った、B 級スポット探検家の女性がおじさんに、行ってきなよ行ってきなよって言ってる。いいよ触れる入れるよって言って進める話で、はい、の実はその進めていたおじさんの、車の後部座席にすごいなんか、はい、寝たきりのといいますか病弱な女性が、車内にいたという話なんですけれども、そうですね。でね、話自体はその南から来た男は全然違う話なんですけれど、はい、ちょっとね、最後にじわっとくる怖さがなんか似てるんですよね。ああ、確かにこの松原さんの想像から来る怖さがですね、はい、はい、確かにこれを入れたのはこの話ぐらいかもしれないですね。このそうだったら怖いなっていう、そうはいはいはい、ああ、そうですね。これまあ読んでもらった方が早いかな。そうです。ですからね、ちょっとお聞きの方は両方読んで、そうですね。面白いかもしれない。ご神木ツリーハウスという話に。怖い窓で第2巻ですね。怖い窓第2巻。ありがとうございます。はい、めちゃくちゃ嬉しいですね。こんだけ進めてもらえるのは。あ、すみません。たっぷりお話ししていただいてるんですけれども、はい。ちょっとこの小説からに、なった経緯というのを、はい、ごめんなさい、まだ聞いていませんでして、はい、ですね、まあ、子供の頃から自分で物語作ったりしてて、はい、映画監督になりたかったんです。映画監督がまずなりたかったものなんですね。そうなんです、はい、それで自分で映画撮りたいもんですから脚本も書きますよね、はい、でそのうちそのプロの映画監督になるにはやっぱり脚本書けっていう日本映画界のいい伝統がまだ80年代残ってまして。ああ、そうなんですね。はい。で、それを励みにせっせと脚本書いてまして、はい。で、いろいろその、岡本喜八監督に弟子入りしたりして、はい。映像制作の現場で働いて、そこ、その後脚本家まで行くんですけれど。あ、脚本家にまでなると。はい。はい。で、脚本家10年やったんですけど、まあ、映画監督になるチャンスっていうのはもう、なくてですね。ああ、もう映画監督 にならずに、もう脚本専門になっていったんですか。で、脚本家やってれば何かそういう糸口がつかめるかと思ったんですけれど、はい。やっぱりまあ業界としてはもう脚本家は脚本家で、あなた脚本書いててみたいな感じになっちゃうんです。ああ、なるほど、なるほど。それで、でまあ脚本家っていうのはまあいろんな人の意見に左右されるポジションで、そうか。はいはい。自分一人じゃ作れませんから、はい、映画ですもんね、そもそもが。そうなんです、うんうん、それでいろいろその創作上の欲求不満もたまっていってですね、はい、からあとはもうちょっと根本的に食べていけないっていう問題もあって、あ、それでちょっともう小説で一攫千金を狙ったというのがすごいですね。生活もかかっていたという。生活もかかってました。本当にもう電車賃にも困るようなこともありましたから、これおいくつの時ですか。そうです、満26歳の時に、はい、とりあえずデビューが決まりまして、はい、仕事に取り掛かって、はい、で小説家になったのが2001年の、決まったのが5月ですから、はい、ちょうど10年間26から36だったと思います。ああ、10年脚本してで36からもう脚本家を辞めて小説家に転身するっていう。あ、そうですね。ちょっとね、自分で映画にしたいのは脚本書いたりもしてます。ああ、なるほど、なるほど。ですけど、まあちょっとね、他の請負仕事として脚本をね、他の監督のためにっていうのはちょっと今はないですね。あーは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 ー。で、2001年に、13怪談。はい。こちらが第47回江戸川乱歩賞を受賞するということ。はい。これがデビューの作品になるわけですか。デビュー作品になります。そうです。これそれまでにやっぱり何作も書いての13回台ってことになるんですかね。あ、そうです。それでね、脚本家時代ちょっとまあ原稿料の踏み倒しとかある世界ですっ
ったから、はい、当時はね、あの、はい、今は分かりませんけど、はい、で96年に立て続けに踏み倒された上に、あの父親が死にましてですね、はあ、もう人生どん底で、なんかその反撃に出たって言いますか、反撃に出た、はい、もう怒り心頭やら悲しみやらで、うん、それでもう小説書いて一発当てようっていう気になって、すごい、そういうきっかけなんだ、はい、96年から書き始めたんです。ああ、そのタイミングで。ええ、でただしまあそれ賞に応募してもあれはまあ受賞には至ってないし、はい、で、ですね、結局長編1編と連作短編1編と短編2つかな、それぐらい書いた後に13回なんです。はあ、でここからデビューになるということなんですね。そうです、13階段でデビューになります。はあ、なんでもこの13階段を書く前に、ええ、1983年に、幽霊という作品が、はい、はいはい、こちらが第9回木戸賞の最終候補になる、はい、そうです、はい、これは脚本なんですか。脚本です。あのこれは映画監督になりたくて書いた脚本。あ、映画監督になるために書いたさん。はい。でもここもまんま幽霊というタイトルの脚本なんですね、はい、これは。でこれがあの今回あの小説にしました踏切の幽霊です。これが踏切の幽霊なんですか。そうなんです。あの16歳の時に作った話です。16歳の時に書いた脚本の幽霊という話が2023年に踏切の幽霊となったわけですか。そうなんです。これはちょっと来週たっぷり聞かせてもらいましょう。はい、そうなんだ。いやー、すごい、何年越しなんですか。俺81年に作りましたから小説が出たのが2022年ですから41年かけて小説になった踏切の幽霊、来週たっぷり聞かせていただきたいと思います。はい、はい、ということで、今週は小説家の高野和明さんに、お話を伺いました。高野さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いかがでしたでしょうか。いや、面白いですね。もうずっと喋っていたかったですね。心霊に対するスタンスであるとか、なんかちょっとまだまだ聞きたいことがあるんですけれども、来週は踏切の幽霊の話たっぷり聞きたいと思います。皆さんは恐怖の感性を磨いてお待ちください。この番組は茶屋町怪談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしています。こちらはラジオ放送で泣く泣くカットした部分も含んだ完全版です。どうぞ皆さん2度3度恐怖を体感してください。それでは松原谷氏の興味津々、今宵はここまで。皆様どうか今年もお元気で。さようなら。寒かろう寒かろう。あかん、2024年になってもまだ布団が喋ってる。